レインジャー4号は、レインジャー計画の4機目の宇宙機。月への衝突を計画しており、衝突前の10分間に、月面の画像データを地上へ送ることや、地震計の月への降着陸、飛行中のガンマ線データの収集、月面のレーダー反射率の研究に加え、レインジャー計画の目的でもある惑星間、飛行可能な宇宙機の開発などが目的であった。 オンボードコンピューターの故障によって太陽光パネルの展開ができず、ナビゲーションシステムも作動しなかった。結果として宇宙機は月にはたどり着いたものの、月の裏側に衝突することとなり、価格データの送信もできなかった。レインジャー4号はレインジャー計画のブロック2の宇宙機であり、事実上レインジャー3号とほぼ同じ構成であった。全体は3 3 1ラムであり、 高さは3.1メートル。バルサ材を衝撃吸収材にした65センチメートル台の月着陸カプセルが積まれていた。単元推進材の中間軌道モーター、22.6KN の推進力の逆噴射ロケット、直径1.5メートル程度の金、クロムメッキの六角形の台座部分を持っていた。ソーラーパネルは2枚で展開すると5.2メートル程度の長さであり、 台座部分に取り付けられており、飛行中に展開される予定であった。電力は合計8680セルのソーラーパネルから生み出される電力に加え、11.5kg で 1kWh の容量を持つ銀、亜鉛電池が太陽光電池で充電可能なほか、バックアップ電池も積まれていた。宇宙機の操縦は半導体素子コンピューターとシーケンサー。 地球操縦コマンドシステムなどで行われた。コードコントロールは、用地センサー、ジャイロスコープ、ピッチロールジェットで行われた。通信システムには1台は3ワット、もう1台は50メートル W の出力の960メガヘルツトランスミッターが2台あったほか、氷得アンテナと無視構成アンテナが積まれていた。メッキや白色塗装、銀色のプラスチックシートなどで、 熱制御を行っていた。実験装置には10秒で1コマが、撮影可能なビジコンテレビカメラ1.8メートルのブームに乗せられたガンマ線、スペクトロメータ、レーダーコード系、月面に降着陸する予定の地震計などが含まれていた。地震計はアンプ、50ミリワット送信機、電圧制御機、ターンスタイルアンテナ、6個の銀カドミウムバッテリー等と、 共に付着陸用カプセルに乗せられており30日間の利用が見込まれていた。これらの機械は月面230時速 160km で衝突しても大丈夫なように設計された。レーダー高度計は反射率の研究に利用される予定もあったが、本来的にはカプセル分離位置と逆噴射ロケット展開位置の確認用であった。 ミッションは月遷移軌道までをアトラス・アジェナで加速し、軌道中間部で軌道を修正し、月面に衝突させる予定であった。また、月からの高度が適切な範囲に入った後、地震系入りの着陸カプセルを分離し、着陸を和らげるために逆噴射ロケットへの点火が行われる予定であった。しかしながら、中央コンピュータと CE 検査の電源障害によって、 宇宙機の主たる時計が停止し、事前に計画された操作の実行を妨げ、ソーラーパネル展開、用地補足システムの運用は全くできなかった。これによって当てもなく漂流することとなり、中間地点でのコース補正は行われなかった。レインジャー4号の運用は打ち上げ10時間後に停止されたが、着陸カプセルの中の5 0ットトランスミッターで追跡された。 レインジャー4号はその後月の裏側まで飛び、1962年4月26日、12時49分53秒、64時間の飛行の後に、月面座標内15.5度、統計229.3度に、時速 9600km で衝突した。第一目標を達成することはなかったが、アトラス・アジェナ・レインジャーの組み合わせは初めて大きな、 問題を起こすことなく打ち上げが行われ、レインジャー4号はアメリカ発の他の天体へ到達した宇宙機になった。ありがとうございます。